水陸機動団の身辺連隊の誘致活動が日本各地でされていたことをご存知でしょうか。日本の置かれている状況は日々変化しており、軍備の増強は急務となっています。今回は水陸機動団身辺連隊を大村、陸自竹松駐屯地へ配備を詳しく見ていきますね。他にも佐世保市や五島市に北海道の千歳市なども名乗りを上げていました。決定されたのは大村市になりました。水陸機動団がこの場所に配備されている意味が分かってきますね。日本すべてを捜査に関わっている位置に配備されています。あとはオスプレイの配備だけが残るな。陸上自衛隊において、島嶼が占領された場合に、その奪回を任務とし、陸上自衛隊版、海兵隊とも呼ばれている、水陸機動団に、1個連隊、600名、を新編成することが決まっているが、その配備先を、防衛省が、長崎県の陸上自衛隊竹松駐屯地に決定したことを、同省担当者が、説明のために訪れたとして、2022年、2月4日に長崎県が明らかにした。新編される3個目の連隊は600名規模と見られているが、竹松駐屯地では2020年3月にそれまで駐屯していた第7高射特化軍本部の本部管理中隊、第346高射中隊及び第307高射搬送通信中隊の主力が沖縄県宮古島駐屯地へ移駐していたため、大村市が官民共同で水陸機動団身辺連隊の誘致活動を続けていたものであり、他には同じ長崎県の佐世保市、五島市に北海道千歳市も誘致活動を進めていたものである。大村市では部隊の隊員数600名であれば、その家族を含めて人口が1200名増えることが予測され、市への経済波及効果が年間約19億円になると試算していて、園田博史市長は本市においては自衛隊による地域コミュニティの維持、活性化が欠かせず、今後も国防に貢献しながら大村市の発展につなげていきたいと述べている。また、陸上自衛隊関係者が語るには、竹松駐屯地は先に編成された2個連隊が駐屯する相浦駐屯地に近く、相互に連携を取りやすいとしたほか、駐屯地とその周辺の環境が水陸両用作戦訓練に適しているとし、軍事専門家などからも、竹松駐屯地は海上自衛隊の大村航空基地に隣接しており、有事の際に大型輸送ヘリコプター CH-47J、チヌークや導入が予定されている。垂直離着陸輸送機 V-22 オスプレイに搭乗し、大隅型輸送艦やアメリカ海軍の強襲揚陸艦での移動が可能であり、場合によってそのまま直接南西諸島に展開することもできるとして、今回の配備を歓迎する声が多い。防衛省では2022年度から宿舎などの隊庁舎や屋内の水中訓練場など施設の整備を開始して、2023年度の竹松駐屯地配備を目指すとしている。水陸機動団は、2018年3月に新編された防衛大臣直轄部隊である陸上総隊直轄部隊で、本部は長崎県佐世保市の相浦駐屯地にあり、2021年時点では2個連隊約2400名の隊員で編成されているが、最終的には3個連隊を機関として約3000名規模の部隊となる予定とされ、その部隊長には神武天皇の日本建国を導いたとされる霊長、金糸と三種の神器の一つである雨の村雲の剣が描かれている。2015年に発表された
平成27年版防衛白書に掲載されている水陸機動団の編成計画によると、水陸機動団の定員は3000名とされ、団本部の指揮下に、水陸機動連隊700名から900名を3個、さらに水陸両用車部隊、特化部隊、偵察部隊、施設化部隊、通信化部隊、後方支援部隊、教育部隊が置かれ、その他に他部隊に所属する CH-47J、チヌークや垂直離着陸輸送機 V-22、オスプレイを運用する航空化部隊によって移動時の支援を受けることになっている。この防衛白書上の編成における水陸両用車部隊は、現在では水陸機動団戦闘上陸大隊と呼ばれる水陸機動団直轄の機甲化部隊のことで、アメリカ製の水陸両用強襲輸送車 AAV-7A1 ラム RS を実戦部隊として唯一装備しており、その任務は輸送艦から揚陸地点に上陸して橋頭保を築いて後続部隊を導き火力支援を行う部隊で、元の母体は AAV-7 が部隊実験用として配備されていた、クス駐屯地所属の第4師団第4戦車大隊第2中隊だった。AAV-7A1 ラム RS は、現在、陸上自衛隊に58両が配備されていて、全長 8.161M、全幅 3.269M、全高 3.315M、重量 25.652 トンの車体を、3名の乗員が操縦し、兵員25名可貨物であれば 4.5 トンを収容して、整地された地上であれば約 72km H で走行し、水上では 13km H での航行が可能な車両である。走行の厚さは 44.45mm から 7.4mm、主武装は 12.7mm 重機関銃 M85 と 40mm 自動着弾銃 MK19 各1丁で、副武装として 12.7mm 重機関銃 M2 を1丁装備している。なお、操縦するにあたって、平時では、海上航行時において、以前は、船舶法の適用となり、船舶免許が必要とされていたが、2017年6月2日に公布された、防衛省設置法等の一部を改正する法律により、船舶法などの適用除外を定めた、自衛隊法第109条と第110条が改正され、陸上自衛隊の使用する、水陸両用車両を含む船舶については、船舶法と小型船舶の登録等に関する法律の対象外となり、乗船して操縦する隊員についても、船舶職員及び小型船舶操縦者法の対象外となった。また、部隊の輸送を担当する航空部隊として、2020年3月26日に、第1ヘリコプター団輸送航空隊が新編され、配備先に佐賀空港が予定されているのであるが、正式な配備決定までは、千葉県木更津駐屯地と熊本県こういう春分たむろ地に暫定配備されることが決定している。特化部隊は、水陸機動団特化大隊とされ、西部方面特化隊第112特化大隊が母隊としていて、2個射撃中隊と火力誘導中隊を機関としている。射撃中隊が使用する火器は、第1空挺団特化大隊と同じく、威力があり、搬送性が高い 120mm 迫撃砲 RT を装備しており、火力誘導中隊は、野戦特化火力、艦砲射撃、航空爆撃などの陸、海、空各自衛隊の火力誘導を任務とし、特化部隊に編成される観測中隊、情報中隊と同様に、特化大隊の射撃観測任務を行うほか、水陸機動連隊に火力誘導班として同行する。水陸移動団施設中隊は、いわゆる工兵部隊で、戦闘部隊支援のために、各種施設機材によって、
陣地構築や渡河作業などの他に、地雷処理などの任務にも対応している。その他、水陸機動団後方支援大隊には、車両などを整備する2個整備中隊、補給中隊、衛星中隊などがある。水陸機動団創設にあたって、アメリカ海兵隊から派遣されていた顧問のグラント・ニューシャム元大佐によると、陸上自衛隊においては、水陸両用作戦を実施するのに、必要なハードウェアの8割は、すでに保有していて、ソフトウェアに関しては、必要とされる20のノウハウのうち、アメリカ海兵隊から、5つほどが、すでに提供されているので。この先は、これらを発展させるために、系統だった教育が必要であるとした上で、南西諸島の防衛を完遂するためには、海上自衛隊や航空自衛隊との連携が必須であり、アメリカ海軍の強襲揚陸艦のような艦艇と、ハリアーや F-35B、ライトニング2のような垂直、短距離離着陸型の戦闘機の保有も必要であろうと指摘されている。このニューシャム元大佐の発言は、2018年4月のことであるが、この時点で、防衛省は、出雲、型護衛艦の空母化改修計画と F-35B の導入を進めており、元大佐が、そのことを承知していて指摘したのかについては不明であるが、空母化と F-35B の導入が、島嶼防衛、あるいは奪回に必要であることが、裏付けられたということであろう。また、インターネット上では、新しい連隊を沖縄に配備すべしとの意見が見られるが、沖縄県知事が、親中国派と思われる現知事のままでは、水陸機動団を配備することは、難しいと思われ、長崎への配備が、事前の策であろう。